ナンジャモです。今日も世界の皆のものに向けて動画を配信していくぞ。いや、前回話したけどさ、僕もポケモンたちとピクニックしたくなってサンドイッチの材料買ってきちゃった。まあいつ行けるかは分かんないんだけどね。さてさて、今日は皆のものお待ちかね、ナンジャモの相棒は何者なんじゃ、ゲームの答え合わせ。たくさんの予想コメントありがとうだぞ。世界中の皆のものが挑戦してくれたみたいで僕嬉しい。答えを今日まで引っ張ったおかげで動画の視聴者数もしびる丼のぼりの超激バズ。さて皆のもののコメントを確認確認。新米トレーナー氏、もしかしてピカチュウですか。ちょっと違うんだな。でも同じ電気タイプだよ。グレッグルマニア氏、グレッグルかな。あー確かになんとなく似てるかも。あー持ち物は磁石氏。いやーいつもありがとう。なになに、バッチリ正解。ちょっと待っててね。誰まだ正解は見せないよ。すぐに見せたらもったいないし。じゃあもう皆のもの準備、目をコイルにして注目せよ。皆のものお待ちかねの正解発表。もういきなり出てきちゃびっくりするよ。超キュートで頼れる相棒、ハラマリーです。どうぞ、予想合ってた。じゃあ改めてヒントをおさらい。みんなのもの、スクショタイムだぞ。脳内フォルダに焼き付けろ。触るとプニッとしてて目玉みたいに見える、ここは実はコブ。お顔はここだよ。かわいいでしょ。イメージがあるけど、さっきみたいに突然素早く動くこともあるよ。てなわけで改めて正解はハラバリーでした。ま、僕のファンなら分かってくれたよね。今回さ、なんじゃものこと教えてってコメントもたくさんあったんだ。皆のものってば僕に興味津々ってこと。まだまだ僕の人気もチャンネル登録者数も上がるってことなのでは。じゃ、初めましての人のためにババーンと自己紹介。僕はなんじゃもん。ネットに動画をアップして夢を振りまくインフルエンサー。それでパルデア地方の発光シティで電気タイプのジムリーダーとしても活躍中。ハラバリーたちと一緒に挑戦者たちとバトルを繰り広げてるさ。そこの君も僕のファンが楽しめるようなしびれるバトルをよろしく。ビリビリっと来ちゃった君はパルデア地方の発光シティまで僕に挑戦しにおいでませませ。いつでもコラボしてあげるから。てなわけで、あなたの目玉をエレキネット、エレキトリカルストリーマー、何者なんじゃ、なんじゃもでした。Remember to like, comment, subscribe, and I'll see you all next time. Share, zap out, everyone.